危険が危ない言葉遣いから危険性を感じるわ。当院が治療したことにした玉たちが全く使われない現状。投げ出さないでください。はて、なぜ多くの人はゴミ玉たちを使わないんですかね。答え出てるやん。それで私考えました。ゴミ玉を救うことはもちろんだけど、やっぱ栄養と多く鍛えないとなと思って。確かに伝え方次第で使う人が増えるかもしれんけど。私、頭良さそうな本難冊か読んだからいける気がする。すでに頭悪そう。ってことでマリッサ、お題持ってきてくれ。じゃあこれでどうでしょうか。当院最強格デュアルサボットを。難易度バカ高いの聞きまったわ。はい先生、これを私に打ってみてください。買わないでください。先生。いや無理でしょこれは。私たちいろいろな弾使ってきたけどこの弾だけは格が違う。そこをなんとか。1発撃てば2発出ておとくとか思ってるんやろ。それは事実ですもの。弾がどこに飛ぶかわからんし貫通力もない。貫通至上主義のこの世では無理。時代の敗北者じゃけい。今サニターは 100% です。行くぞ、ラリベンジマッチじゃけい。おちょろいちょろい。はい皆さんこんにちは。初心者におすすめしたい弾薬はデュアルサボット。ゆっくり霊夢です。はいマリサだぜ。現状サニター 100% 脇。これは因縁の対決ができますな。知らない方のために説明すると、ゴミ玉動画の原点と言えるこの動画が、サニター集団と泥試合をしてダメージ4000超えを取って敗北しましたので、デュアルサボットとサニターは因縁があるのですよ。見たことない方ぜひ見てね。で今回はワイプも効かそうってこともあってガチガチのカスタムで挑みます。はいこちらが相棒となるサイガくんです。おおドラマがサイガか。当たらぬなら玉をばらまけホトトギス精神でいこうと思います。弾幕で勝負ってことね。使用弾薬はデュアルサボットくんなのでサイト通りに飛んではくれないと思いますけど、まあでも試し撃ちはしておかないとね。まずは1発撃って精度を確認です。ちょうど頭の部分を狙ってっと、ハイズドン。あれきちんと飛んでないか確認しましょうか。おお一応頭付近に飛んでる。あれでも2発弾が出るんじゃなかったっけ。いやそうなんだけどもう1発どこ行ったんだ。弾間違えてるかと思ったけどデュアルサボット詰まってるわ。神のみぞ知る世界。マジでどこ飛んでるんだよ。さてと実際に運用するとなると1発だけ撃って終わりってことはないので遠くの的に向かって連射で撃ってみましょうか。狙いは頭付近でいきます。さてこの距離はどうなることやら。ぶっちゃけこの距離は結構怪しいです。全弾撃ち切ったので確認しましょうか。お見たところそこそこ当たってる？ってパッと見そう見えるのですが、頭に当たってるのが5発、全体だと20発弱なのであれれ？って感じです。ドラマブサイガだと20発プラス1発だから42発の弾が飛んでるんだよな。結構ゆっくり撃ってこれです。ってことで半分以上は的にすら当たってないんですわこれ。ということでまとめると試し撃ち段階で 50% の確率で狙った付近に飛びます。つまりこれはパチカス専用機やで。ギャンブラーは外すんよそれ。信頼性のかけらもないこの子に命を預けないといけないのか。ワクワクしますよね。ギャンブラー魂出さんでいいわ。全弾撃ち切れば胴体にそこそこ当たるみたいだからゴリ押しできないのかな。はい素人、この子貫通17なのでプラス2アーマーすら貫くのが怪しい。プラス3アーマー以上を切られると状態で倒すのはほぼ無理なんよ。試し撃ち段階で着弾した20発中5発が頭、つまり4分の1の確率に加えてクラス2ヘルメット以下じゃないと倒すの難しい。単純計算だとそうなるかな。でもほら腕とか足とかに当たったり顔面接触だって可能性あるから。可能性があまりにもなさすぎる。だから言ったやんゴミ玉中のゴミ玉、他と比べて格が違うんよ。うん後ろから足音。おっと PMC かな。あんねそのまま左側に流れていきそうな気配。この PMC は追いかけましょう。デュアルサボットにやられたという十字架を背負わせてやる。別ゲー始まってるんよそれは。そのまま戦車のある付近まで行ったかな。これさっさと仕掛ければよかったな。この距離だと多分当たらないかも。だけど見つけたら撃ってみるけどね。 PMC 発見頼む。1発でもいいから当たってくれー。これライフルの距離だろ。まあこちらばらまきができるのでね。ヒデデ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 。向こうは正確に当ててくるな。ダメだー大ヒー。これはまっつい。適当な茂み付近で伏せてれば大丈夫でしょう。ここで治療して立て直します。準備ができたので再び仕掛けます。治療時間結構長かったからもういないかもだけど。まあでもいるかもだし、なんか重生してるので多分いるわこれ。ここで伏せて射線危ねえ。わお資金弾。そう補足されてるみたいだね。こうなるとかなり不利だな。予想では発電所を見渡せる丘付近、直接進むと撃たれるので右回りで進行します。そう鎮痛のぼやけでよく見えない。でも決めておかないと撃たれたら終わりだからな。ダメだ敵の位置がわからねえ。このまま走って丘右側付近に、まっつい補足された。やばいこれはダメだー。縮小。まあこうなるよねー。まあまああんなことはタルコフではあるある。急に撃たれてビクってなる。ビクンビクン。おっと誰ですか急に撃ってくるアンポンタンは。しかも銃声が聞こえない。あかん走り回れー。そっち車線通ってるー。あの角を曲がれば助かる。コーナーで差をつけろ。いやー。どうして幸先悪いの。はあ、バード愛だと？まさかのローグボス。奴らの生息地って気象台やろ。インチキこれはインチキ。運の悪さよ。私、贅沢は言いません。光学物資拾ってサニター倒して PMC ボッコボコにできれば何もいらないのですよ。全てを手に入れてるもんな。炎上ボッコボコにされてるけど。敗北者は私だったか。ちょっと固定実金が騒がしいような。おっと？これはサニターいるんじゃないか。可能性は高そうだね。さてとどうやって詰めようかな。とりあえずコテージの塀に張り付きましょうか。そこから投げ物入れて作敵だな。投げ物を梅に持ってきたから贅沢に使っていこう。おっとこの声は絶対サニターたちだ。なんか左側怖いけど大丈夫そうかな。ではエントリーする前に投げ物入れます。よしまだ相手が動いているうちに仕留めろ。左側から声が聞こえたすぎー。正面で構えてやがったな。そうもう一回投げ物入れるか。なんか左側でチラつきあったぞ。正面誰か走ってる。あの子は取り巻きだな。頼む顔面に当たってくれー。
なぜかサニターキル完了したんだが、とにかく場所移動しろ、そこはもう撃たれるぞ。ひいい一時撤退。現状はサニターと取り巻き一人を倒せてるね。取り巻きって二人か三人だったよな。あと二人いると思って動かないと事故るかもね。リロード終わったら索敵しますぞい。鍵なしコテージ側に固まってることは分かった。投げ物入れて場所を炙り出します。しまったー、正面に嫌がるー。いや走ってるから未だ撃ちまくれ。ちょっと待って、硬すぎー。手方も当たってるかもわかんねえ。しまった、玉切れだ。お助けー。ドラマブー切っても倒せないか。そんなこと言われても、あのバカ野郎が走ってる今がチャンスアップな。この野郎デュアルタレットの怒りを食らえ。ダメだ、組んだ。そうは石が倒せねえ。あれ？リゾート方面から撃たれなかったか？やっぱり PMC が寄ってきたかもしれねえ。そう、そろそろ引き際か。撃ってきたのレーダーかスカブちゃんだったわ。この距離撃ち抜けるかな。狙ったところに飛んでくれればだけど。この感じレーダーだな。そう、仕留めたいけど倒せねえ。さらに撃ち込めばいけるか？頭一個分しか見えないから当たらないだろ。やべえ、全然倒せねえ、どうしよう。やばい、グラナーダ見ろー。危ねえ。敷地外から足落としないか？多分スカブちゃんだな、倒しておきましょう。またグレネード投げられるぞ。ぬぬぬぬぬぬ。一般スカブちゃんが持ってていいもんじゃねえぞ。見よ、これがデュアルサボットの威力だー。威力だー。威力だー。あのちょっと大丈夫です。強すぎる、あまりにも強すぎて、涙が出そう。弱すぎる。作戦変更。殲滅して物資を持ち帰る予定でしたが、弾丸が尽きてしまったので今拾えるものカバンにぶち込んで撤退します。次から弾は多めに持ってこないとな。思った以上にすぐに弾がなくなっちまうわ。記念にカバンごと持ち帰るか。カードキーだけケースに入れてっと。そして取り巻くん。アラーコルンとアーマー全損。さすがデュアルサボット。相手のアーマーを削り切るこの威力を恐るべし。それだけ防がれてるんよ。アタックとかいいカバン持ってやんけ。もらっていきますか。さてと帰宅しますか。ライトハウスで帰った方が早いかな。脱出口トンネルじゃないもんね。ということで無事に帰宅できそうです。それではニンニン。うわー、サニター枠から遠いところで湧いたわ。お、リゾート行くか。行きません。リゾートサニターだけどうしても苦手で、なので不当とコテージを回ります。今からは不当に行く感じで、このルートで行くとどこかしらで PMC に会いそう。中性鉄塔にいるな。うわー、胸くらったぞ。まっすぐ、これは回復しないと落ち合えない。中性からしてもアッツマンっぽいな。ってことは距離詰めればこちらが有利なのでは。行くぞ、デュアルサボット。ショットガンの意地を見せつけるにゃ。さてどうなることやら。頭見えた、落ち込めえ。もっともう大方守っと。もっと打ち取ったりいい。さすがにこの距離だとデュアルサボットでも当たるよな。ふっ、この子は故郷でずっと後ろ指刺されながら行っていくんだ。うわうわ、すんごい装備してる。武器はスコープのつけただけのドラグノフだけど、防具はしっかりとしてるな。ヘルメットとアーマーはもらっていきましょう。ドラグノフも一応もらっていこう。さてと再び移動開始。あれ？中性？まあた PMC だなこれ。どこにいるか確認しないと。で、様子を見て分かったことはかなり近くにいるってことです。あれ？ハンドガンの音？スカブと戦闘してないか。出口付近で戦っていそうだね。さすがにここからじゃ見えないけど。うん、待って、もしかしてだけど手前の丘挟んで誰かいないか。足音はしてたような。一応投げ物入れて動くか確認。動きはないね。なら直接見ればわかる。やっぱりいたー。おっしゃー、仕留めたりー。待って、これ二人目いるわ。どこだ、どこにいる。見えた、ここならギリギリ射程範囲。そう、これ数発でもいいから当たってくれ。まっすぐ胸回復しないと。左回りで詰めようか考え中。だけどスカブいるっぽいよな。そうなんだよ、絡まれたら面倒だなと思ってね。痛すぎー。ぶっかくすぎる、クラブ入ったな。まずい、これはまずいぞ。一応プロキタル決めてるので多少は回復する。詰められたらアウトだけど。またフラグ投げてきやがった。足音消して移動する気だな。そう、どこに行ったんだ。今右側からうめき声。なるほど、あの辺だな。ならばフラグを入れて仕掛けますか。大体の位置は把握できてる。で、奴はおそらく回復したいと思うから身を隠せる場所にいると予想。これ岩裏じゃね。第一の隠れ場所は岩裏と予想でいきます。フラグで足音がわからない今がチャンス。見えた、そこだー。落ち着けー。おっしゃー。おお、勝ち切ったか。これがデュアルサボットの怒りじゃー。戦闘中にドラマブ1個落としちゃったみたい。あら、まあ帰りで戦闘するの厳しそうね。まあ大丈夫じゃね。どこからその自信が来るの。やべえ、相手黒 MDR だったわ。お前よく死ななかったな。アーマーがギリギリ耐えてくれたわ。もう使い物にならんけど。無傷のガゼルもらっておきな。てか、この人との1回目の打ち合い1発も当たってなかったのかよ。さすがデュアルサボットさん、恐ろしいぜ。もう一人倒したはずなのですが見つからねえ。そう、どこ行ったんだ。前線だと倒した PMC 失いがち。ここでちょろちょろ動いてるの危ないので探すの諦めよう。さてと、不当にサニターがいるか確認中。パッと見は見えないね。この様子だとおそらくいないだろうな。サニターらしき姿も声もなし。このままコテージに向かいますぞい。コテージまで来たので索敵用フラッシュ投下。これでいるか確認しますぞい。いなかったらリゾートコースだな。泣いた泣いた、サニターいるぞい。さてドラマブ1個で戦えるかどうか。サニターはいいけど問題は取り巻きなんだよな。投げ物を上に投げて進みますか。大体の位置は掴めたの付近にフラッシュ投下。ちょうど真正面にいるなこれ。しかもフラッシュ直撃してるんじゃね。戦闘じゃー。まずは取り巻きくんから。あの子がフラッシュ直撃して適当に撃ってるやつだな。よし、一人目仕留めた。左側にまだいるねー。撃ってこないうちに仕留め切れるか。横切って走られると結構当てづらい。そして草木が邪魔やねー。あいつ茂みに隠れてやがる。よし、二人目を撃破。卵目のために引き
ますぞい。再びトリマックくんたちを一目にかかります。そのお命もらったー。全然倒せないやんけ。こんだけ当ててまだ倒れないか。やべえ、ジャムった。大ヒー。そう、逃げるときに被弾しちまったわ。しかも治療キットなくなっちまったな。腕の一本や二本ぐらい。二本はまずいかな。投げ物を切らしてしまったので体で探すしかねえか。そういやサニターまだ見かけてないな。これ結構怖いですが、ここまで期待上戦います。左から声がするけど兵無効かな。先にトリマックくんを倒しておきたい。なので戦った場所にまだいるかどうか。畜生やつどこかに隔離中でやられたー。これがボス集団と戦う怖いところ。今回は引き分けにしておいてやる。もぐもぐロシア飯コーナー。さて今回は何食うんだ。本日は2種類。左のセミスモークソーセージ、右がそばの実になります。なんで2つかと思ったけど、そばの実調理必要だからか。そういうこと。じゃあ早速食べていこうか。これめっちゃ楽しみにしてたんよ。これタルコフに出てくるソルティドッグと見た目同じやんけ。私が買ったソーセージはラティミールというらしい。ポークソーセージだよ、犬じゃないからね。原産国はもちろんロシア。ムフフフ、早速食べてみましょうか。冷凍保存してて解凍したばかりなのですが、ちょっとベトベトするんですよね。普通にスライスして食べるか。そのままかぶりつくには周りのビニールみたいなのが邪魔だからね。ってことで切ってきます。ムフフフ、うまそう。ほえー、見た目がええな。セミスモークソーセージって書いてあったけど、見た目がサラミっぽいから硬いかなと思ったのですが、かなりブニブニしてて柔らかかったです。しかも水分すごい出てくるよな。まあ冷凍してたせいなのもあるけどね。では行きましょう。スライスした1枚食べますぞい。いただきまーす。はぁ、うめぇ。どんな感じよ。食った瞬間に肉汁っぽいのが出てくる。しかも柔らかいんよ。しかし味で言うとハムかベーコン、どちらかというとベーコンかな。絶対これサンドイッチにして食ったら飛びそう。程よい塩加減が最高なんですわ。とりあえずうまいのは分かったわ。これそのまま食うのもいいけど、焼いてもうまそうだよな。このソーセージ可能性が無限にあります。やべえ、うめえ。はい、瞬殺。うわー、手がベトベトする。そこはしゃあなしだな。これは言うまでもなくベリーグッド。ベリーグッドすぎる。残りはスライスして小分けにしておこうぜ。大事に食べよう。お次はそばの実。完全に調理するようだな。でこれで何作るよ。ロシアの郷土料理と言われるカーシャに挑戦しようかと。カーシャってのはロシア語でおかゆを意味するみたいだぜ。シチューとカーシャは日々の糧と呼ばれるぐらい親しまれてる食べ物みたいですね。あ、もちろん原産国はロシアですから。料理する前にそばの実ってどんな見た目してるんやろ。ってことでまずは器に出してみることに。はい、これがそばの実です。すげえ小さいな。そうなんよ。指の上に乗せればわかるかな。お米よりも一回り小さいんよ。これを言ってから水でグツグツ煮込みます。それでは早速作っていきたいと思います。材料はそばの実、水、塩、バターの実。結構簡単に作れそうだな。いやいやいや、つまり味付けによるごまかしが効かねえのよ。ここは天才マスターシェフレイムの力の見せ場です。ん、気のせいか。さてまずは水洗いしたそばの実をいっていきます。でなんか良さげだなぁと思ったタイミングでお水を投下。水の量はそばの実1、水2の量らしいです。で私、はかりを持っていなかったので目分量です。様子見ながら水は適宜投入。ここでお塩も入れておきましょう。あとはグツグツさせるだけだな。蓋をして水がなくなるまでしばらく放置です。頼む、うまくできてくれよ。おーおー、すげえ、グツグツすげえ。これ水足りてるのか。いやマジでわかんねえ、だって適当に入れたもん。多分大丈夫なはず。そばの実の怒りが収まったので蓋を開けてみましょう。あれ、なんかいい感じになってない。思ったよりも良さそうな感じ。やればできるやんけ私。もう一回蓋を閉じて蒸しておくか。そして出来上がったのがこちら、ロシア飯のカーシャでございます。すげえいい香りがする。言ったのもあって香ばしそうだよな。さてこれどんな味がするんでしょうか。バターを入れて食べるみたいなのですが、まずはそのまま食べてみます。それではお試しに一口いただきますぞい。いただきまーす。おーおー、プリッとした食感のもあれば、ちょっと固めのものもあって面白いぞこれ。ただこれちょっと失敗したのが塩気が強すぎた。あらまあ、さすがシェフ。でも普通にうまいぞこれ。バクバクいける。さてとそろそろバター入れてみますか。バター投下はうまいだろ。ジャパン飯にはバター醤油ご飯なるものがありますが、こちらは塩バターカーシャ、間違いはないでしょう。はい、このバターが溶け出したテッカテカの部分いただきます。ダメだこれはいけない。こういうのでいいんだよ、こういうので。結局シンプルな飯が一番うめえんだよな。今回お塩で味付けしたけどさ、お出汁使ってグツグツしたら普通にうまいんじゃね。全然ありだな、むしろそっちのが口に合うかも。これでも十分うまいけど、今度やってみようかな。あのカーシャうめえです。工夫次第で可能性が見えてきた。マジでベリーグッド、これうまいわ。そばの実まだまだあるから色々使えそう。ちょいとそばの実レシピ探しておきますか。ということで本日のロシア飯コーナーはここまで。次回もお楽しみに。はい、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録やメンバーシップ加入、高評価をお願いしますぞ。それでは皆さん、良いタルコフライフを。またね。